はい、皆さん、毎マイ度。明るくなりにくい宿毛矯正網にね、ヘアカラーね。お客様にね、一番明るいので染めてもそんなに明るくならないよと。14で染めたらね、11ぐらいに上がって。今回はね、本人明るくなって喜んだからいいけど、宿毛矯正履歴の方にね、カラーは改めて鬼門と感じました。鬼の門ね、難しいよね、通ることがね。今後も二度とうまくいく気がしない。これね、やっぱりお客さんの笑顔だよな。 お客様がね、喜んで笑顔を見せてくれるとね、まあその仕事自体がね、もう95点以上とかね、100点に近い、そうすると次やる時が怖くなるんだよね。もう100点一回。 回出しちゃうとねもう次は落ちるしかないから。だからもう一回100点取んなきゃダメなわけよ。そのお客様がさ、3回来たら3回連続で100点に近く毛染めしなきゃいけないわけでしょ。これね、やればやるほどプレッシャーになってくるっつのここでね、ダニングクルーガー効果ね。能力の低い人ほど自分を過大評価する。だから能力低い人が毛染めすりゃさ、15点ぐらいの仕上がりでもさ、あ、色が染まった、嬉しいっつんでね、まあ、うまくいったと喜ぶとで。次回やったら今度は25点ぐらいの仕上がりになった。前回 より全然いいわっつんでね、このレベルが低くてもね、やるたんびにね、いい仕事になってくっての、25点が30点になって、35点になって、40点になってね、だからダーニング、クルーがこうか、無能な人ほど課題評価してしまう自分をね、で、これがね、上手くなってね、70、80、90点出すようになってくると、プレッシャーがどんどんかかってくるんでねで、100点近い仕事ができるようになると、もう次100点取れるかったら、その保証はないからね、だから怖くなるっつうの。 それこそね前回の消す埋めとっても良かったからまた同じに染めてくださいってね若いお姉ちゃんがねとびっきりの笑顔でね「前回お兄さんが染めてくれたやつとっても良かった」なんてねニコニコしながら言われた時にはねもう逃げ出したいよね失敗したくないからそうそねやればやるほど仕事は怖くなるバニングクルーガー効果になりてえよってな <laughs> はいお疲れ様でした